ホモ影とは影遺伝子をホモ接合型で持つ馬の通称。ここでの影は一般的に講義の影を指しており、黒影、青影の馬も含む、三区クに栗毛が生まれないという特徴がある。一方、影遺伝子をヘテロ接合型で持ち、三区クに栗毛が生まれる馬のことはヘテロ影という。馬は両親から毛色に関する。 遺伝子を半分ずつ受け継ぎ、その組み合わせによって、経路が決定される。クリゲ遺伝子は、他のすべての経路に対して、劣性遺伝であるため、影遺伝子とクリゲ遺伝子の組み合わせでは、前者が優勢遺伝となり、生まれてくる、馬の経路は、影となる。ここで、影遺伝子を A、クリゲ遺伝子を A とすると、AA の組み合わせを有している馬が、ホモ影である。AA は、 ヘテロ影となり、AA はクリゲとして発現する。クリゲが発現するには、両親ともにクリゲ遺伝子を保有している必要がある。ため、少なくとも、一方が、ホモ影の場合は AA もしくは、AA となり、クリゲの三句は、絶対に誕生しない。ホモ影の馬が生まれるには、一両親がともに、ホモ影の場合、二両親のどちらかが、ホモ影で、もう一方が、ヘテロ影の場合。 三両親が共にヘテロ影の場合がある。一の場合は100%の確率でホモ影。二の場合は50%ずつの確率でホモ影あるいはヘテロ影。三の場合は50%の確率でヘテロ影。二十五の確率でホモ影。二十五の確率でクレゲとなる。ホモ影の馬であっても後輩相手がヘテロ影の場合は50%。 クリゲの場合は100%の確率でヘテロカゲのンクが誕生するため、そのンクにヘテロカゲもしくはクリゲの馬を掛け合わせれば、孫の代でクリゲのンクが誕生する可能性がある。例えば、ディープブリランテは、ホモカゲの父ディープインパクトを持つが、自身はクリゲのンクが誕生するヘテロカゲである。ディープブリランテのボフルウソバージュがクリゲであるため、母。 ラブバブルズはヘテロ影であり、ディープブリランテも50%の確率でヘテロ影となった。また、同じくディープインパクトを父に持つ当選誉れ星は、母エブリウィスパーがクリゲであることからヘテロ影として生まれ、クリゲの産区が誕生している。ホモ影とヘテロ影は外見上は全く区別がつかず、基本的には3区の経路でしか判断できない。 サンクスが多く、サンプルが十分な種母場は判別しやすいが、繁殖品場の場合は生涯で埋めるサンクスが限られるため、判別は比較的難しい。ありがとうございます。